ウィズ・カリファは、アメリカ合衆国のラッパー、歌手、ソングライター、俳優。代表曲に、See You Again、Young, Wild and Free, Black and Yellow などがある。ペンシルベニア州ピッツバーグを拠点に活動している。2006年にデビューアルバム、Show and Prove を発表し、2007年に、ワーナーブラザースレコードと契約した。 2009年11月にワーナーブラザースとの契約を解消して2枚目のアルバムディールオアノーディールを発表2010年4月にダウンロードミックステープクッシュオレンジジュースを発表後アトランティックレコードを契約を結ぶアトランティック遺跡5発のシングルブラックイエローがビルボードホット100で首位を獲得2011年3月29日に メジャー初アルバム、ローリングペーパーズを発表。ライブでのウィズ・カリファ2004年、たまたま彼の楽曲が収録されたミックステープを聴いた、ロストラムレコードの最高責任者の目に留まり、その後、契約を結ぶ。2005年、公式ミックステープ、プリンス・オブ・ザ・シティー、ウェルカム・ツー・ピストル・ベニアをアルバムデビュー前にリリース。2006年9月5日、デビューアルバム。 ショープルーブをリリース。2009年11月24日、セカンドアルバム、ディールはノーディールをリリース。全米ラップアルバムチャートにいて、最高10位を記録し、アルバムは、最終的に16万枚以上を売り上げるヒット作となる。2010年4月、メジャーレーベルのアトランティックレコードと契約。2011年3月29日、メジャーデビューアルバム。 ローリングペーパーズを発表。先行的にリリースされていた、スターゲートプロデュースの楽曲、ブラックイエローなどの大ヒットが高奏し、全米アルバムチャートにて初登場2位を記録する。最終的に50万枚以上を売り上げ、ゴールドディスクに認定された。トロントでのライブ2012年12月4日、セカンド。 メジャーアルバム ONIFC を発表。発売第一週におよそ15万枚を売り上げ、全米アルバムチャートにて初登場2位を記録。現在までに28万枚近くを売り上げている。また、アルバムからの先行シングルワークハードプレイハードはシングルチャート17位まで上り詰めた。2016年、中国の歌手ファンズ歌おオの楽曲ハロー ハローにフィーチャリング参加した。ありがとうございます。